まあ、チームを助けたいなと思いましたし、まあ、決めれてよかったです。新チームの一年目というのは非常に意味のあるものだと思うんですが、ご自身いかがですか？そうですね、まあ、これからどんどん取っていきたいですし、まあ、得点を重ねるごとに、チームメイトの信頼も得れると思うので、まだまだ続けていきたいなと思います。チームメイトの選手のゴールドコアパフォーマンス、カメハメハを一緒にされていらっしゃいましたが、バッチリでしたね。いや、やるつもりはなかったんですけど、一緒にやろうぜってなったので初です。もっともっとこう活躍していけるという手応えを感じたんじゃないかと思いますが、いかがですか？いや、まだまだやらなくちゃいけないことも多いですし、課題もたくさんあるので、まあ本当にこの試合だけじゃなくて、これをどんどん続けていかなくちゃ意味ないと思うので、まだすぐに試合あるので、まだ決めたいなと思います。そして日本選手、250試合の節目の試合と J1250 試合目ということになりました。しっかり活躍して勝てたということは、いや、あまり、まあ、別に250試合そんなに、まあどうでもいいんでまあ今日本当にマリノスの一員になって、マリノスのサポーターの前でプレーできたんですごい楽しかったし、何よりチームだったすることなく、どんどん自分も得点を重ねて、チームを助けたいなと思います。引き続き応援よろしくお願いします。